GNOME 電卓はユニックス系のオペレーティングシステムのデスクトップで利用可能な卓上計算機である。GNOME 電卓は GNOME デスクトップ環境で動作する。四則演算だけでなく関数機能も備えている。これは GPL の下で配布されているフリーなソフトウェアである。リッチワージの努力によって GNOME2.4 には グコ国トゥールが入ることになった。これは、それ以前、客トゥールという名称で公開されてきた計算機の新バージョンであった。もともとは、1980年代後半に、コンプ、ソース、ユニックスで発表されたものである。グコ国トゥールはノーム、ユトルズパッケージの中に入っていた、GNOME カルキュレーターにとって変わるものである。表示モードが4種類存在する。 初期設定となっている標準モードでは一般的な指則演算が行える40桁までの数字が入力可能である基本モードに平方根逆数100分率事情などの機能ボタンを追加した拡張モードも用意されているキーボードから直接入力できるようにショートカットも設定されてある計算は左から右へと行われ 算術上の優先順位は聞かないので、算術上の優先順位が必要ならば、格好を使う必要がある。なお、標準モードの他に、以下の表示モードも備えている。複雑な財務機能が利用できる。三角関数や対数、論理機能など、数学機能が利用でき、ユーザーが定義した機能や、定数の保存も可能となっている。重心法以外に、二心法や八心、 法、16新法でも使用できる。アプリケーション。GNOME 2.4リリースノート。2007年1月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年9月13日閲覧。ありがとうございます。